ポップラストのお時間です。こんにちは、じゃじゃん菊池です。そしてエイケンフルの達磨です。メイクです。タイガです。ゆりかです。よろしくお願いします。お願いします。もう4回目となります。はい、いろいろ作ってきましたけども、はい、今回はポンポンタウンに何を作りましょう。路面電車を作っていきたいと思います。広島といえばね、路面電車。路面電車、広島といえば路面電車なんですよ。そう、はい、別名ん電車なんですよ。アクセントがしてアクセントがしてチンチン電車。チンチン電車です。丁寧に言うと電車でいいですか。いや、そこはそこは呼び捨てで大丈夫です。呼び捨てです。そこはそこは丁寧にしなくて失礼な感じでいいですか。リスペクトなくて大丈夫そうです。じゃあ、人人電車作りましょう。はい、はい、いくぞ。もうここにダーッと太いのを作ります。まずはいいですね。いいですね。やっぱり早いなぁ。早いな、マジ。いけ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 、もっといけ。じゃじゃんさん、もう早すぎる。いや、これやべえ、調子乗って大きすぎたかもしんない。あ、何人乗りぐらいなんですか、あの電車って。大体1両さ、30人30人。おお。よくなかったんかい。あるわ。あるわ。興味ないんかい。すごい微妙でしたね。あれってどういう値段設定なんですか。市内だと一律で150円とか60円ですね。安い。160円、はい、安い。めっちゃ安いんですよ。でもどの距離乗っても、1駅でも10駅でも、市内だったら160円。もう乗るときに払って。あ、それは逆なんですよ。そうなんですよ。それは結構びっくりされるんですけど。びっくりですね。乗るときに払ってもいいじゃん、だって。ダメなんですよ。ダメなんですよ。中央から乗って前から逆なんだよ、東京のあれと。そうなんですよ。そうなんですよ。逆に東京来たらびっくりしますよね。そう、俺この間ね、やったからね、それバスのバスで、お金払わずにそのまま座席の方行っちゃって、お金払ってください、払ってくださいってめっちゃ言われて、俺自分のことだと思わなくって、めっちゃ無視してたんだよ。わからないもん。そうです。そしたらなんか隣のおばあちゃんに、もしもしお金払ってください。広島電鉄ですね。そうですね、広電。広電って言うんですか。下半身が緑で、上半身が肌色っていう。なるほど。なんで、クリーム的な。上半身裸ってことですね。黄緑の色つけねえんだ。こんな感じ、こんな色でいい。割と濃い色ですね。暗いね、緑の色つけねえんだ。緑の色つけですかね。こんぐらいしかない。緑の色つけねえんだで。メンバーって、何人なんですか。合計で6人います。あー、もう喧嘩とかでも違うですか。喧嘩はないですね。喧嘩はないですね。喧嘩？なんで喧嘩するんですかね。ないって言って。いやいや、あるんですよ。なんか、これやりたいってんだよ。よく聞かれるんですよ、でも本当に。喧嘩ないんですかって。こんだけいたら、なんか、喧嘩しか。喧嘩しか。もともと、なんだろうな。多分、みんな同級生とかだったらなるんでしょうね。あー。あるかも。多分。そうなんですか。喧嘩ないのか。ありますか。ああ、ちょっと、そうですね、そのなんかこのオーディション受けましたよ。あ、あるんですか、そういうの。ないよ。これ、上半身、これもう下半身、ズボン履いたぐらいですかね。うん、確かにそうですね。後々、あとズボンの下らへん、ちょこちょこタイヤ部分作りたいですね。はい、後で削って作りましょう。なるほど。胸の色は、白の色付き粘土はどうかな。ちょっと置いてみますね、ちょっと置いてみます。こんぐらいの色になるんですけど。ああ、でもなんか、これはいいね。一番いいですね。採用ですか。これいいね。悪くないですよね。じゃあさん、採用が出ました。ありがとうございます。ポジションゴールドで。ゴールドです。あえて、一撃。はい。正式メンバーとして。ちなみに、どこ、ポジションは。はい。あるんですか、いろいろ。担当どうしましょうか。僕はラップなんですけど。あ、ラップ。でも、そこまで得意じゃないしな。じゃあ、マイクラで。マイクの担当で。マイクの担当で。いいですね。ラップ DJ ダンサーマイクラっていう。ライブ中に共存できないでしょ、それ。僕たちが歌ってる間に。いや、僕ら結構ユニークなユニットなんで。ライブや、ライブ、普通のライブじゃない感じの演出とかされるんですか。結構普通じゃないと思いますよ。例えばどういう
要素が入った。例えばあのメイク君がステージから飛び降りて骨折したりとか。いやのやんちゃなやつやつ。演出じゃねえし。演出で骨折しろってあったらそれこそ問題よ。台本に書いたの。骨折しろっていうパワハラみたいな。これ天井埋めちゃいます？どうします？天井いいですね。これが一番上ぐらいですかね。埋めちゃいましょう。よし。楽しいなライブ。ライブはもう全然動画とは違う楽しさがあるってことですね。まあもうキャラクターも違いますよね、完全に。あのモードに入ってるんで、はい、ただ MC になるとこんな感じになるっていう。そうさっきまでバリバリでイエーって決めとったのに、はいはい、いやということでね、今日もねどうもどうも皆さんやっぱプライベートのお話とかもう秘密とかないんですか？秘密ですか？例えば恋愛の話とかするんですか？しない。あれですね、あの、プライベートの話意外としないかもしれないです。しないかもしれない。へー、あ、いいっすね、いいっすね。ちょっと間開けたりします、うん、まあ、全部埋めちゃってもいいですか？あ、間開ける。椅子も欲しいっすね。椅子作ってください、椅子。椅子緑だったんでしたっけ？いや、赤っぽい感じとかですね。中はちょっと僕、さっぱりの感じ。粘土ですかね。赤のね。そういう風に椅子があるんですね。そうなんですよ。横に。そんな村人みたいになったんですかね。マイクラみたいな。ちょっとじゃあタイヤをなっくりつけてみようかな。ワイヤー。タイヤです。なんかバレる。一回考えて。めっちゃいいじゃないですか。あれです。いや、おめえじゃねえんだ。みんななんだよ。4回目ともなるとやっぱツッコミもきつくなってくる。きつくなってくる。これも大丈夫だろうみたいな。許してくれるだろうみたいな感じで、ちょっとこいつは怖くねえと思って。強めに。でもこれもしかして運転席ないんじゃないですか。そうなんです。私も今考えてたんです。運転手が困るね。俺も今ね、表現したいけど。運転席はじゃあ、金で作ってあげましょうか。ああ、はい。金で。王様気分で。入り口どうする、これ。ドアをどう表現しようか、このサイズで。そうっすよね、無理っすよね、それ。壊れちゃったってことで。そんなんでいいっすか。雑になってきた。壊れちゃったってことで、もう。わあ、やばいやばい。見せて。ああ。なんでなんで。やばいやばいやばい。雑な何？掃除機これ何？掃除機これなんだ。これは一応あの汚れがついてたんで。一回落としたんですよ。お披露目する前に一応ちょっと掃除しとこうかな。ミスっただけでしょ。大掃除だね、大掃除ね。いいじゃないですか。これはかっこいいな。これもまたいいのできたな。できましたね。これはいいですね。できましたね。電車の下の部分は全部木なんですよ。なんで今あ、そういうことか。妥協は妥協を許さない。許さない。これ全部張り替え。一度は張り替え。嘘じゃろ。どれでやってんだ。ちょっとできたら言ってください。ほらほらほら、ぽいんだやっぱ。おかしい。そしてはい、ということで路面電車完成でーす。早速見ていきましょう。こちらです。じゃじゃーん。はい。おお、すごい。いいですね。いい。今にも走り出しそうですね。ちょっと僕は分かんないですけど、この線路の感じもね、完璧ということで。完璧ですね。完璧です。すごい。中もちゃんと、ドライブとか、問題の中の乗客もちゃんといますしね。規則違反じゃないか、これ。大丈夫か。大丈夫。定員オーバーじゃないか。一応大丈夫です。運転席に、運転手が3人乗ってるっていうところが、3人体制。結構、ポイント高い。人件費がちょっと、かかりすぎでしょ、これ。一人でも研修なんですよね。一人研修です。大丈夫かな、人件費かかりすぎでしょ、これ。背もたれのね、背もたれの上にね、上にも子供がいっぱい座ってる。いや、ヤンキーでしょ、絶対それ。ヤンキーだな。乗客がいっぱいいるので、人件費は大丈夫です。儲かってます。やばいで
確かに、確かに儲かってますね。こちらの動画が良かったという人はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。はい、ということで、HFU さんと一緒に路面電車を作りました。次回もまたご視聴ください。さよなら、バイバーイ。